俺の声聞こえてるんだろ。ここでトラックに潰されてから見ての通りペラペラだろ。風が吹くたびに飛ばされて参っちまうんだよ。いつもいつもこんな調子。本当は俺には何もできないと分かっているのに、俺と関わりを持って生きてた頃の感覚を思い出そうとしてくる。頼むよ、なんとかしてくれよ。トラックに潰されたなんて嘘だな。ねえ、次の心霊スポット候補はね、退院したばかりなんだし無理しない方が。地獄を垣間見た私にもう怖いものなんてないわよ。嘘なんだろ、トラックなんてさ。家族に暴力を振るって迷惑をかけて家を追い出され、しかも働きもせずに借金を重ねた。嘘ついて虚勢を張っていろいろなものから逃げて人から怒りを買い、挙句の果てにそこで殺された。薄っぺらい人生。死んでもなお薄っぺらいのがわかるよ。邪魔かしら。珍しいわね、ポーちゃんの方から知らない人に抱きつくなんて。っていうか、あんた大丈夫？こら、またかい！美少女の顔になんてことしてくれんだ、こら！ふかふかしてたけど！あの男子、もしかして…ねえねえ若葉、昨日の恐怖オカルト伝説見た？見てない。なんで、あの番組超面白いのに。てかさ、最近連中も声かけてこなくなったわよね。舐めてんのかしら。ぬぬ、あらまあ、あなたもしかして。俺に関わらない方がいい。若葉成長したわね。え？協力するわよ。する。そんなんじゃないって。ごまかさなくたっていいじゃない。なんだってうちらは一緒に三途の川を渡りかけた仲なんだからね。あーちゃん、なんか匂わない？あー、愛しの姫路、よりによってなんで一組の勇気なんかに。犬のおしっこなんかじゃないんだから。犬？なんであの魔女が私のユキくんに声をかけるのよ。俺の方がほんの少しだけどイケてるだろ、姫路。ユキくんは私の王子様なんだからね。今朝はセミの声がすごいわね。やっぱり匂うよ。